はい、ということで、今回はね、いよいよ、僕が見たかった青空、僕青のね、デビューシングル青空について考える発売したよということでね、たまたまタイミングが合いましてですね、渋谷のツタヤの方でね、パネル展をやってるということなんでね、行ってみようかなというふうに思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、デビュー曲ということもありましてですね、これからたくさんの方に知ってもらおうということの方が大きいと思うんで、シンプルなねビジュアル写真のパネル、でっかいパネル、あとはねメンバー一人一人の個人のパネルという感じですかね。私物の方が書いたあのメンバーのプロフィールみたいなのもありましたけどね。いや、なのでね、なんかこうシンプルではありましたけど、これからどんどんメンバーのこと知っていこう、グループのこと知っていこうっていう感じでね、見れるパネルだったんじゃないかなというふうに思います。いやー、ついに発売されましたけども、タイミング的にもね、こっち側には乃木坂のパネルがあって、でこっち側に僕青っていうね、こうちょっと本当にライバルっぽい並びにしてあるのも一気だなっていう風に感じましたけどね。まあ、今後乃木坂46の公式ライバルの名前にねふさわしい活躍がどんどん出てくるのかなという風に思うんでね、それを楽しみに、したいなっていう感じでございます。あとはね、10月からは、冠番組も始まるということでね、そちらがまずはね楽しみかなという感じでございます。はい、ということでね、このチャンネルでは AKB48 グループもちろんですけども、坂道グループ、あとはね、僕はもうこのチャンネルではね、今後も追っていければいいなというふうに思ってるんでね、ぜひ、チャンネル登録していただいて、一緒にね、僕が見たかった青空応援していければいいなというふうに思うんでね、盛り上げていきましょう。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。